はい、みなこんにちは、るーちゃんです。るーちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございま す。今日の企画は私とウェンダンの携帯のアルバムの中、2人にとって一番思い出の5枚の写真を選んでみんなに紹介したいと思います。5年ぐらいでいっぱい写真撮って、その中で一番思い出のある写真は何だろうの話、2人がしてるからね。そしてウェンダンが何枚選んでみんなに紹介したら面白いんじゃないかなと思ってこの動画を撮ったんですね。ずーっと過去のフォルダを遡っていって、あ、こういうことしたねみたいなね、撮る前に2人で1回話したんだよね。そして2人がどういう写真を選んだのか2人には言ってない。でここでみんなに発表したいと思います。ね、楽しみ。ルーちゃんの1番目はこれです。え、これ？遠距離してた時に、毎日ビデオ通話で、ふーちゃんはオフ状態なの。オフ状態で二人で毎日話してて、私にとってそれすごいいい思い出だなと思ってて、いっぱいスクリーンショットしたんだよね。その中で一番ふーちゃんが恥ずかしくないかなと思ってる写真を選んだ。顔をちょっと隠してるからね。そういうの好きなんだ。その時に私にとって一番の癒しが家に帰って、ふーちゃんとビデオ通話することだから。毎日ほんとそれこそ2時間とかやってたもんね。そんな長かった？長かった長かった。もうなんかずっと何もしてないけどビデオ通話だけずっとしてて、でほんと疲れた時とか忙しい時な、10分15分ぐらいのもあったし、でもとりあえず毎日絶対にビデオ通話してた。るーちゃんのその顔は大丈夫なの？大丈夫じゃない？みたいな。この顔別に悪いと思うと思うでしょ。幽霊みたい。なんで幽霊じゃないよ。続きまして私の1枚目はこれです。おお、懐かしい、ね、これね、秋葉原で撮った写真なんですけど、これほんとね、出会って2日目ぐらいかなの時に秋葉原でデートして、その時にもう自撮りで寝られなくて、指がちょっと入ってるんですよ。お互いいい笑顔だなと思って、でその時に流行ってるアプリがB62 だから右下はあるんだよね。しかもこれルーちゃんが手紙を書いてくれた時にプリントアウトして手紙に貼ってくれてたんですよ。バレンタインかな。ああ、もうその印象が強くてこの写真すごいなんか記憶に残ってんですよね。え、その手紙今どこ？多分どっか。この写真懐かしいね。懐かしい。しかも俺のこの時の格好がちょっとオタクっぽいのがまたね。私の服も結構台湾っぽいね。ね、しかもルーちゃんのこの時の前髪がね。おんまゆ。全然俺も今と違うの。今あんまりリュックしないね。しないよね。昔めっちゃダサいリュックしてたな。ダサくない、おしゃれだよ。という1枚です。私の2番目はこれです。それ表に出しちゃダメなやつで、それほんと超面白くて、ぜひこの機会を持ってみんなにシェアしたいと思います。いや、これ面白かったね。这张照片是我跟文章去迪士尼约会的时候，迪士尼有个游乐设施，这个是在室内里面的，然后他会在下雨的时候突然拍张照片，然后那个时候我不知道他会拍照，外出たら写真いっぱい並んでるじゃないですか。二人と全然似てなさすぎて分からなかったんだよ。で、多分この写真は遠いからみんな分からないから、ちょっと近くみんなに見せてね。本当これは自分たちには分からなくてすごい探してたんですよ。然后我们两个后来发现这两个人是我们的时候，我们就吓死了，就是天哪，这竟然是我们，也太丑了吧！而且我整个肩带掉下来。然后最好笑的是，就这张照片，其他人的表情都非常的正常，只有我们两个是这样。ルーちゃん超おばさん。しかも超喜んでる。超喜んでるおばちゃんで。なんかふーちゃんがすごいびっくりしてる。そう、俺もね、超ビビリ屋なんですごくね恥ずかしい。いや、これね、ちゃんと写真だけ撮ったわけじゃなくてちゃんと買いましたからね。いや、ほんとこれ面白すぎて絶対買った方がいいなと思って、なんかいつなっても何回見ても笑っちゃうんだよ、ね、この写真。笑顔になれるね。そして私たちはこの写真見てる時になんか隣に台湾人の2人がいたんだよね。そしてあの2人が「あれ、あの2人めちゃブサイクじゃね？」って話して「私たちなんだよ」って思って。すごいよね。続きまして2枚目はこちらの写真です。おー、懐かしい。僕がね、入社してすぐの飲み会の時だから、もう5年前ぐらいになるかな。これ最初ルーちゃんに見せてたんですよ。ただすごいルーちゃんかっこいいかっこいいっつってて、顔白くてね。結構文南本人其实超黑的。でもこれ特にフィルターかけてないんですよ。本当にあの大学時代外出なかったんでインドア派だったんで、もうこの白い状態だったんですけど、なんか入社終わって友達と海行こうぜっつって海行きまくっちゃったんですよね。
嗯，从这里你们没加没加，黒くなっちゃって。可是文章这个时候超白超可爱的，希望他接下来可以变这么白。我喜欢那种白白瘦瘦的男生。で今も結構白くなってない？これはあのカメラが白くしてるだけなんだよ。いやでも白くなってると思う。白くなってる。我第三张是这个，噔噔。え、これ？え、これ結構思い出の写真なんだよ。マジ？その時は就職活動で結構大変だったんで、ふーちゃんとよくあの就活の後に会うとかことが多くて、そうね、なかなか会えなかったもんね。面接行ったりとかして、この写真がちょうど桜の下でまた就職の時だから、私にとってすごい印象が深かった。で、ルーちゃん俺が寒いからっつってマフラーをね、俺のところに。これ俺のじゃないんですよ。そう。で、そして私が寒くなる。3番目はね、これ。おお。これどこ行ったか時か覚えてる。京都、京都。そうそう。京都はね、あのグランピングに行ったんですよ。ホテル感覚のね、キャンプ場みたいな感じで。暖房まで入ってるからね。そうそうそう。中に電気が入ってるんですよ。めちゃめちゃね、楽しかったんですよね、この時。川に行ったりとか、玄関とかにつけるやつ。二人で作ったね。そうそうそう。これ作ったのね、すごいとても楽しくて。でも忘れて、持って帰るの忘れたんですよ。そう。そのまま置いて帰っちゃったんですよね。そうだね。そこがちょっと残念だった。持って帰ればよかったね。でもね、これとても楽しい思い出で、とても良かったです。おすすめです。おすすめ。我第四张是这一张。噔噔。あー。すごい印象のあるような写真には見えないんですけど、私この雰囲気の、文壇が好きなんですよ。今まで泊まったところの中で一番ゆったりしたところだと思う。なんかね、本当に家庭感の強い、そうそうそう、本当家って感じだった。ジェンが遊んでる文壇が可愛かったんですよ。なんかその時普通に楽しんでた。そういうところに旅館の中にいろんな遊具があって、ルーちゃんそういうのやるの楽しかったっすね。そう、私そこのが一番、今まで一番好きなところかもしれない。うん、なんか旅館としては本当普通なんですよ。うん、でも、どこでも遊んでくださいみたいな雰囲気がすごい良くて。そう。なんかね、お互いすごい楽しんでた。うん、なんか旅館なんですけど、人も少なくて、ゆったりしてて、うん、そんな新しいの感じではないのがまたいい味出してる。何年前かね、行ったのね。うん、YouTube まだ撮ってないところ。撮ってない撮ってない。3年前とか、そんぐらいかな、うん。まだシェアハウス住んでた時だと思う。うん、ねえ、すごい懐かしいね。続きまして、これ。箱ね。そう。この時も年賀状のね、皆さんに配るっていう企画やったんですよ、ルーちゃんが。みんなに対しての感謝を込めて、うん、なんか年賀状の抽選会みたいなものをやって、そうそうそう、写真どうしようの話して、日本正月っぽいことやろうよ、の感じで撮った写真ね。いや、これね、なんかね、楽しかった。やっぱ温泉すごい気持ちよかった。うん、あとこの写真、何より私がすごい細く見える。そうそうそう、ちっちゃい。文壇より体がちっちゃい見えることはあまりないんだから。いや、これ実はですね、ルーちゃんが後ろにいるんですよ。目の錯覚です。文壇細いから。いや、でもこれ本当にいい写真だなと思って、うん。なんかみかんも込めてるね。ね、5枚はこれです。ルーちゃんの誕生日。そう、去年の誕生日の写真ね。おお。このレストランが私ずっと行きたかったんですよ。恵比寿のレストランね。そう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 。そして文壇が、多分私が行きたいとか、行ったことあるかな、忘れたんだけど、文壇が予約してくれて、連れてくれたので嬉しかったね。中もね、すごい綺麗で、なんかクラゲがね、ふわ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 浮いてる水槽があったりとか。あとね、名前のわかんない料理がいっぱい出てきたね。その中で超美味しいものがあって。何だったっけ、ね、覚えてない。覚えてねえのかよ。覚えてないけど、めちゃくちゃ美味しい。うん。俺もなんかパーマしたてぐらいだな、この時ね。なんかめちゃくちゃパーマくるくるしてる。ねえ、くるくるしてる。しかも顔がめちゃドヤ顔。もっといい写真あったでしょ。じゃあ続きまして、これ。おお、誕生日。これもルーちゃんの誕生日だね。うん。これはね、僕がね、ルーちゃんにサプライズをね、買うためにね、何も言わないケーキを買いに行ったんですよね。このケーキめっちゃセンス悪いんですよ。あ、可愛いからルーちゃんにもすごい喜ぶかなと思って、わざわざネームプレートまで用意して、ポケモンイブイと思ったよ。これウサギですよ。そう、ウサギでね、めちゃめちゃ可愛いな自分は思ったんですけど、ダサいよ、めちゃくちゃ声ダサいよ。ね、ルーちゃんすごいなんかね、笑ってね、うんだらしいなと思って可愛いと思った。おしゃれなやつあるでしょ。いやー、自分はこれが一番可愛いと思った。この部屋は社会人になって初めて住んだ部屋だからね、また思い出深いよね。今のようにな、2人でね、 2LDK 住めるのがすごい新しいステップ入ったな感じがするね。うん、そうね、こういう気持ちをね、まだ持ってね、ルーちゃんにね、サプライズどんどんしていきたいなと思います。ありがとう。あともう一個プラスでこれね、
これね、3年前になるんですけど、初めてルーちゃんと山登り行きましょうってなって、高尾山にね登りに行ったんですよ。あー弁当欲しいなーみたいなことをチクチク言ってたんですけど、作ってくれてました、うん、その時シェアハウスだったからね。そう朝早めに起きてそこにずっと作ってて、なんかパンダ可愛いよね。あれめちゃ頑張ったよ。パンダこれハサミで切って作った。そう本当ハサミでこう切って、あの大家さんも隣でずっとテレビ見ながらニヤニヤしてたでもすごそうに見えんだけどほとんどチンですよ。いや見たらわかるよ、チンだよ多分ウインナーぐらいしか焼いてないんじゃないこれ。あーそうだね、焼いてやっぱチンってわかるけど、やっぱ弁当箱用意してわざわざね、あのおにぎり握ってパンダまで作ってくれたってことに感謝ですよ。考えてくれてるってことは嬉しいですね。料理が最初できなかったんで、まあ、あチンかとも思ったんですけど、やっぱこういう自分に費やしてくれた時間っていうのを考えるだけでなんか幸せになりました。ありがとうねお弁当作ってくれたのはほんとこの1回だけなんです。いや弁当必要じゃないじゃん、あの会社弁当あるし。いやでもやっぱりたまにはね、なんかどっかデート行くときにはい弁当みたいなしてくれるとして、分かったね、ドキッとして。好，这支影片呢，就是我们两个手机里面的五张回忆。虽然说是我们两个手机里面五张回忆，但是其实アルバムまたいろんな写真あって、あの選ぶのめちゃくちゃ近くあったんですよ。めちゃめちゃねフォルダあったからね量が。実際にもっともっとみんなに見せたい写真あるんですけど、また次回ねチャンスがあったらまた動画撮りたいと思います。またね違う5枚が見たいって方はねどしどしコメントください。2段いっちゃいます。第2段いきます。好，那这里影片就这样子啊，下次影片再见。你们最喜欢哪一张照片都可以跟我们讲哦。再见，拜拜拜拜。文章的顔不见拜拜。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても、お祭り気分で